今回の橋本代表の発言は、本当に信じられないものです。慰安婦制度が必要だったと日本の政治家が公党の党首が言うということは、本当に全ての人の当事者を傷つけるだけでなく、日本全体そして世界の人々に対する本当に侮辱であるというふうに考えています。石原共同代表も軍隊には必要だって言うけれども、その戦争そのものの非人間性と、そしてそれを前提として女性を性の道具としての慰安婦制度、女性を性の対象と考える、道具と考える、生身の人間とは考えないというところ、二重に本当に問題があるというふうに考えています。私たちはこの謝罪を求め、撤回と謝罪を大きく求めてまいります。また公党の党首として、あるいは大阪市長として適任なんでしょうか。その声をですね、市民の皆さんと大きく広げていきたいというふうに考えています。男っていうのはそういうもんやと言わんばかりのですね、発言を繰り返しているということで、これは言ってみれば男女問わず人権を侵害していると思います。で、国際的に見てもですね、橋本さん大阪をグローバルな街にするとか、大阪の子どももグローバル人材に育てると言ってきた。ところが全くそのトップに府知事や、今そして市長を務めている人がグローバルな人権感覚がないということを世界に知らしめたということで、本当に大阪人として恥ずかしいです。